立浪監督、郡司はなかなかドラゴンズでは出場する機会も少なかったんで、チャンスだと思ってほしい。チームを離れる郡司には、望まれていく選手でもありますし、なかなかドラゴンズでは出場する機会も少なかったんで、チャンスだと思ってほしい。打力を生かしてほしい。宇佐美はそんな中日行って出番あるんか？木下離脱で経験のある捕手が欲しいならなんで、主力の怪我に備えて最初から桂残しておかなかったり MM 取りに行かなかったんですか？木下が壊れた今こそ使う機会じゃなかったんか？実際木下故障してからトレード考えたと思う？そんなすぐ決まるもんなんかね。強打とのトレード候補が最初は戸柱だったと言われてたし、トレード話自体は前々から進めてたんでしょ。郡司何があかんって使われなかったんや。アマナンバーワン捕手だったのに守備論外、打撃中途半端。守備がねってことらしい。それなら代打や DH もっと使えやって話なんやが。左打者にシュートを投げられると聞いている。ほんとシュート投げられるってだけで獲得したんじゃねこいつ。キャンプでは投手一律シュート覚えろの大号令してたしな。パワプロかな。いや、出場機会与えなかったのお前やないかい。そいつは立浪 B や立浪 C はチャンスもらえなくてかわいそうに思ったから出してやったんや。100歩譲って郡司放出はわかるが山本放出はわからない。というより斉藤がいらない。立浪が使う気なかったならしゃあないな。石橋育てることを選んだ。皆さんは立浪監督の発言どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。